はい、どうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。今回はね、ログインボーナスで今ね毎日コアクコインね、10連分もらえてるんですけど、これどんどんもらっていきましょう。でこれがね、40連分回すと、ここのね交換所でこれね、確定のコインの方ね回せますので、はい、こいつをね、麺屋かサバか、両方ね回していきたいと思います。まあ一応ちょっとサムネ上は赤白になってると思うんですけど、私はねもうちょっと私は赤派なんですよね。はい、というわけで、赤コインの方ね私は回します。一応3赤回したいと思います。あ、3赤じゃねえや、2赤ね回したいと思います。まあちょっと赤コインの方がいいっていう理由はシンプルに、転生ソルカは私3凸できてるんですよ、ね、3凸すると超サボりがね開幕で入ります。このね取り付けが発動してね。で一方のノルカはねまだ1凸なんですよ。ちょっとメイヤカの方は後で見せるけど、メイヤカは2凸なんでね。で超混乱3凸開幕ばらまきたいんですよね。はい、それの夢があるんで、まあ、あと展示シンマが好きだっていうのもあるんですけどね。はい、でダッキーさんの方がいいし、うん、赤回していきます。まあまだね、40連もらえるしね。うん、蛇学士オロチもね、タタレかクスネルどっちか行きましょう。おいよ、どこでしょ。結構ねコメントでは転生来たよって何人もいただいてるんで、ちょっと私楽しみにしてますよ。うりゃ、一応今んとこ調整では展示シェーマ出ましたね。あとはなんだっけ、出てないか。すごい、このアカウント運が悪い。ひどい、みんな転生来てるって言ったじゃん。さあ超絶運の悪い、うりゃ、よいしょ。全然ダメだった、時間が悪かったかな。はい、なんと一個もこれじゃ食コインじゃないかっつってね。はい、ちょっとやべえ、国取りが始まるからとっとと、あ、これじゃない。これ選んでね、はい、そしたらね、さっきも言った通り私は赤派ですね。赤はハズレが多いんじゃねえかっていうね行きましょう。みんなどうだったんだろうな、私のひどくない、ひどすぎるぜ。さあ確定コインはこのソルカバージョンですね。レッツゴー、これは妖怪確定です。まあ前の豚子ガシャみたいなもんですね。転生、
あーちっちゃい。お、やったー、すごいね、みんなの言う通りだった。はい、というわけでね、転生ノルカゲットしました。ノルカ、さまつけろよ、さまつけろよってね。やったぜ、これで。いや、みんなのコメントの言う通りだったな。やりましたよ、私も。なんかこの前のね、なんだっけ、とりあえずこれで2凸いったんで、3凸目指したいな、あとちょっとで。この前のなんだっけ、そうで、レベル5コインでもね、なんか知んないけど、エンドウが2回来たりとか、あれなんだよな、あとさすらい、実はさすらいなんだっけ、さすらい箱を溜め込んでるんで、なんとか、あと15あるから、でも750か15だと、なんとか3凸いきてえな。はい、というわけで、やりやしたよ。じゃあちょっとメイヤカの方行きます。これ無課金サブアカさんの方なんで、サブアカでもいいね。あ、無課金でもいいね。いや、やったな。はい、こちらね、美課金メインアカウントで、そう、なんか2アカウントやってるから、昨日メインアカウントの方すごろくやるの忘れたよはい、じゃあこっちもね、回していきましょう。やっぱ2アカウントやるって無理だな。ちょっと来年は考えたい。ほんとね、どっちかをメインアカウント、もうちょっとメインアカウントやめようかなっていうね、ログインだけにしようかなってもうちょっと思ってんだけどね。でもなんかね、それなりに楽しく暮らしてるんだよね。でこっちもね、ちょっとサムネでは紅白にしてたんですけど、こっちも赤コインです。で理由は同じです。こっちのノルカはもうまだ、こっちのノルカはまだ2凸なんですよね。でソルカは3凸してると。なんで赤がいい。そして天使シェンマが好きなんでね、やっぱりね。さあ行きましょう、レッツゴー。あー、こっちも来てくんねえかな。お、ちっちゃい。これは金だな。いや、最近のコイン侮れねえな。金じゃなかった。いやー、侮れない。いやー、嬉しいな、ありがたい、本当にありがたいよ。おお、小生ダックさん、もう一体。おお、オロチ、ありがたいな。こっちはこっちでありがたい。ダッキさん強キャラだしさ、小生の中ではありがたいな。なんかついついわがままを言っちゃうけど、これでありがたいよ。謙虚な気持ちで。さっきのさ、ほんとさっきの赤コインと本当に同じもんなのって思っちゃうね。さっきのは食コインで一体転生だったよな。なんかほんと同じコインなのって感じだよね。調整3体とかさ、すごいね。なんなのこれ、本当に同じコインなのかな。また来た。うわ、これもだ、小生3連続。さっきは3連続食コインだったのに。最後白になれ。なんなかったけど、なんなかったけど十分でしょ。調整6体来た、助かるな。何これ、ちょっと何ですかね、この差はひどくないか。あれ、あ、そっか、まだ交換しないか。これね、さっきと同様
これね、こっから交換できます。でしかもまだね40連できるし、今最近ねこのミッションもいいよね。毎日4コイン4枚もらえるんで、だ実質5×20、20宝珠毎日配布してるのと一緒だよね。なんだっけ、ありがたいな本当で。ごめんなさい、こっちも赤にしちゃいます。さあってことは7体目になるな、小生。あーでも小生、そうだね、小生以上確定だもんね。でしたね。なんか同じコインと思えないな本当に。さあ来い、いいよ先生。あーうん、なるほど。天地神馬のバーゲンセールですね。ということで天地神馬来ました。すごいな、これ俺ずっとゲットできなかったんだよな。2年前だよねちょうど。調整で相当すると今回はやべえ、やろうか。はい、というわけで蛇学シオロチがこんなに一括解放で3凸までいけちゃいました。何これ、ちょっと後半も楽しみですね。超サボり超混乱のたたりだね。でダッキさん、我らがダッキさん、あーでもこれはショップでまあ最悪最後ね上げてもいいかなっていうね。ダッキさんはもちろんね超サボり睡眠だね、うん、優秀睡眠妖怪。そして天地シェンマはまあ高天地シェンマがいるけどね、バランスの取れた素晴らしい妖怪ですね。二突いけちゃった、すげえな。今3000、うん、転生1体だけだとこの小生7体ぐらい、どっちがいいですかね。個人的には転生1体の方が嬉しいけど、なんか面白いよね。はい、変なの。一応ねログインボーナスはまだまだね10日までありますし、このコインはね3日まで投げれますので、赤コイン白コインはね1月3日まであと30連ね投げられるんで、はい、まだの人はね今日も入れて40連回せば確定コイン間に合いますんで、ぜひね参加してみてください、コインだけでもね。はい、じゃあ今回こんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、いいね、いいじゃん。あと副コインもね皆さんきっちりもらいましょうね。それではまたお会いしましょう、さようなら。どっちがいいんだろう、まあ両方いいかな。変なの。